今日はですね、もう本当にもう仕事で絶望になっていたらどうすればいいのかっていうことを話させていただきます。今日も楽しくやっていこう。Woo! Alright! ちょっとね、この件について話す前なんだけど、ひろくん、ひろくん、今何歳？15歳。15歳なの？はい。すげえ。高校1年。彼はあの僕のビジョンプログラム、スポンサーシッププログラムに入って、中学3年生の時からビジョンプログラムやってて、今、週1回インターンで頑張って、楽しく事務所でやってます。ひろくん、今日は何やったの？今日は、起業するにあたっての流れとかを学ばせていただきました。うん、OK、OK、はい。会社にはどういう種類があるんですか？会社には大きく4種類あって、合名会社と合資会社と株式会社と合同会社って4つあって、はい、おすすめは？おすすめは、合同会社と株式会社がおすすめで、個人事業と会社作るじゃん、はい、メリットとデメリットってある、はい、個人事業主の場合はその設立、会社の設立届を出せば簡単に起業できるんですけど、その分なんか経済的な、なんか資金的な保証面はやっぱり法人にはかなわない部分があるんですけど、その反面あの法人の場合はその信用度が高いっていうメリットがあります。OK、まあね、ぜひ詳しく今度なんかお話ししていただければ幸いです。なんかプラスなんか説明したいことある？先生ちょっと話したかったんですけど、法人会社を建てたい人とかは、あの大きな資金を求めている人とか、あと上場将来的にしたいなって考えている人は法人企業を設立することをお勧めします。今日学んだことであんまりちょっと説明がうまくないんです。かっこいいね。え、何歳？15歳です、ね、でこれ何時間で学んだ？これは2時間くらいですね。2時間くらい、うん、実際に15歳が2時間でこういうの学んでるわけよ。みんなも一緒に楽しくやっていこうぜ。 Alright, thank you buddy. ありがとうございます。マスター、 Hey, Alright, so welcome back. 今日はね、仕事を誰のためにするのかっていうところについて話したいんですよ。でどういうことかというとね、普通考えると嫌いな仕事にハマっちゃうタイプっていうのはね、普通は通しだけぐらいしか考えられないんだけど、実は3種類あるの。でその嫌いな仕事をやって給料も低くて生活もできねえみたいな、もうまさにあの東南アジアで工場で働くとか、そういうところね、アフリカとかそういうところも入るかもしれないんだけど、そういうパターンはみんな想像できると思うんだよね。でちょっと日本に多い、アメリカにも多いのは、まあ、仕事は本当に嫌いで、でも給料は大丈夫、生活できる、ね、で中には結構いい給料もらってる人かもしれないんだよ。でも本当にこれやってて何のためやってんのって、もう楽しくもないし辛いし厳しいって。で中にはね、お金をめっちゃもらってて、ね、フェイマス、ね、そういうのいっぱいやってるんだけど全然自分の人生がコントロールできなくなっちゃうっていう人もいるんだよね。で今日はちょっとそこに触りながらね、共通点を見つけて解決法をご紹介させていただければと思っております。なのでぜひこのビデオを見てもらいたい人は、もうほんま今やばいよ、これ以上できんかも、仕事嫌いでもっと良くならないかなじゃなくて、いやマジこれ本当今これ意味ねえよって、で脱出できねえ、でも地獄みたいな毎日が続いて体も持たない、でも楽しみもない、楽しみたい時間もない、お金があるかもしれないけど自分の自由業に疲れない、普通に外出れない、仕事がいっぱい、もうスケジュール自分で決めてるスケジュールでもないかもしれない、本当にやべえなってなってる人、ぜひ解決法を紹介させていただければと思っております。でやっぱりね、こういう人生を生きていくと誰のためにこれやってるんだっていう質問を考えると思うんですよ。仕事としてはもう大成功してるかもしれない、ね、社会的にもめっちゃ認められてるかもしれない、でもある組織と一緒になっちゃって、その組織から抜けられない、またはあなたがその組織の社長かもしれない、
でも流れがあって止めることもできないっていう状態で、他の人の生活を見ているかもしれない。で、ね、この共感っていうか、僕過去ねすごいことやってたんだよ。あのまさに2009年に YouTube が出てきた時に、もう本当に YouTuber として昔活躍することができたんだよね。もう本当大したことない、ヒカキンとかそういうでっかいもんじゃないの。でも生活はできてたわけよ。ですっごいお世話になった人がいたのね。いろんな仕事を振ってくれて、そういう感じでいいんだよ、自由にやってよって。でもなんか自分の中でこれはいけないって思ってたの。で、僕がその自由でやるより、なんかわかんないけど勝手に僕は社会的にもっと大手企業をやりたいとかって言い出したわけよ。もっとビッグビジネスでね、認められるようなこと。で、その人はね、大手なんて意味ないよって、これからの時代とか、ほんとね、違うよクリスって言ってくれたんだけど、やっぱり僕はなんか心の中にね、それおかしい、それ違う、正しくやらないといけない、大手企業に入らないといけない、大手企業とできる仕事できる何億程度のレベルにならないといけないんだ、なんか思ってて、まあ、多分僕は慶応幼稚舎っていう小学校行ったんだよ。で、日本で生まれたのね。で、12歳まで日本にいて、なんかそういう子供の時からそういう会社で働かないといけないっていうのがあったから、それもなんかあったと思うんやけど、結局本当にバカなことやっちゃって、そのお世話になってた人を急に辞めたの。でもうひどい逃げ方して、もう本当に今だったら信じられないような、ね、もう生ガキクソガキみたいな感じで辞めちゃったんだよね。で、まあ大手企業と仕事をやるからってなって日本の会社とタイアップして、でそこがちょっとブラックだったんだよね。で、本当にもうどん底の世界に落ちて、初めてそのブラック企業の中で働くサラリーマンっていうことを経験することができて、でもその時はもう生きてる価値ない、何のためこれやってんの、辞めさせてくれない、自分が考えたアイデアだから辞められないし、仕事は一応うまく回ってるけど、もう言いたいことを社長に言えない、しょっちゅう怒鳴ってる、しょっちゅう怒られてる、でなんかバカみたいな変な日本人の癖があって、みんながビビるわけよ。ブラック企業の社長が来ると、はいってみんな言うわけよ。で、僕はなんかそのブラック企業の社長とかは 95% はデビルなんだよね。でも 5% 天使 で、その人に認められたいためになんか変な努力するんだよね。一人だけ夜遅く残ったり、ね、早くメール返したりとか、好かれるために。そういうなんか意味ねえことずっとやってて、で、やっぱりなんかそれも耐えれなくなっちゃったわけよ。でも本当にそこにもクソガキみたいな感じで辞めたんだよね。でもマジ辞めて逃げてったんだよね。もう辞めさせないでくれないと思って。で本当にそのもう怒ってるわけよ、ラッキーよ社長もね、怒鳴ってて、俺もう逃げ出してエレベーター入ってもう走って逃げて帰ったわけよ。で隠れて、でも電話かかってくるし、お前訴えるぞって電話毎週かかってくるし、もう何日も、ね、で親にもお前の息子も訴えるぞみたいな、もうひどいことが起きたんですよ。でもう本当に電話恐怖症になって千葉に隠れてて、で逃げてて、でよし今度こそ好きなことをやろうって、俺の夢はずっとこれだったんだよ。クリスの部屋ビジョンプログラムやることだったんだよ、25歳の時。でも自信がなくて、親と話すと、お前そんなことやってもさ、うまくいくわけねえだろって言って、でいや俺はどうしようかってなって、でその時はなんか恋愛とかそういうのすごい大切にしてたから、恋愛のコミュニケーションプログラムっていうのを作ったんだよね。でそれも1年ぐらいかけて、もう本当にバイト月10万とかさ、すごいよね、口座月2万円とか8000円とか3万円とか入ってて、であのお世話になったラスチカスっていうところでバーガーショップでバイトして、で初めて口座に、自分の銀行口座に14万とか入っててさすごいよかった。でその恋愛プログラムができたんですよ。ですごいいいものだったんだけど、
でウェブサイトも作って広告も作って全部ローンチっていうところでスタートの日、スタートのボタンを俺押せなかったね。これは僕じゃない。それも結局できなかったぐらいの音なんだよね。そのうち何やってるかって、また変になんか社会的に認められるような仕事がしたいって、大手企業となんか仕事したいって言って広告業界に戻ってマーケティングとかやり始めて、これは本当にあんまり話せないんだけど、すごい辛い辛い辛い業界にまた戻っちゃったんですよ。で結局何回も辛い状態に、自分が辞められないところに自分を見事に入れたかっていうのは3回なんだよね。3回自分を見事に辞めれられないような環境に入れたんですよ。なんでだろうっていうのは、多分俺の親に認められたいっていうのはどっかにあったと思うんだけど、まあそれは本当に別の話なんだけど、でもポイントはやっぱり僕のハートに戻ってきて、で今度こそって言ってめっちゃ怖かったんだけど飛び降りたんだよね。ハートで本当にこのクリスの部屋っていうこれをやりたいって、10年間やりたかった。うん、でちょっとやってやめて、ちょっとやってやめてって、でもやったわけよ。そしたら奇跡のようにうまくいくのね。でどういううまくいくかっていうと、まずは感謝の声とかが来てくれたんだよ。でありがとうっていう。で僕がやってるその好きなことを仕事にして生きていこうっていう、それはもうハートがナンバーワンなんだよ。でその次にビジネスのやり方、マーケティング、セールス、デリバリーとか会計とかそういうのやって、お金はどうやって生まれるかっていう、で時代の歴史とかも見てね、ビジネスを、仕事ってビジネスだからさ、それを合わせていくっていう。でそれをやっているうちに、もう本当にやってる中で人が独立したりとか、ね、ブラック企業を辞めてフリーランスでやってる人とか、そういう人が出てきてくれて、で、まあ、今もう本当に LINE でもコメントとかも、ね、YouTube でもコメントとかに対してセミナーとかでもやってて、でも大切、すごい大切なことを伝えたいんですよ。でそれは生活ができるっていうことなんだよね。で生活ができるっていう、それより美しいことはないと思うんですよ、本当に。で何があってもハートを信じてたら生活ができるってすごいことだと思わない？それで心配できない、心配しなくていい。で学べる、で本当に心からやりたいことだからやめないじゃん、ちゅうことはすっごいすごいアドバンテージがつくんだよね。周りの人たちは嫌いなことやって頑張ってるわけよ。で、働く環境とかもすっごい辛くて、得意でもないこと頑張ってるわけよ。でも自分は大好きな環境で、愛せることを心から信じられることを楽しくやってるわけよ。誰の方が上手くなると思う？ 5 年後。そういう奇跡のような幅みたいな、なんでこれ学校で教えてないのみたいなアドバンテージがついたりとか、で自信もついてやったりとか、仲間も増えていったりとか、で実際にそういう人生を手に入れることができるんだよね。で会社を辞めるとか辞めないっていう話の前に、多分辞めなくてもできるんだよ。どういうふうにやっていきたいのか。で僕が伝えたいことは、それを見つけたらマジできると思うよ。本当に最初は怖いよ。でもやっぱりやってる人たちと会っていくとか、ね、その自分が自分のノーマルを変えていくっていう、ね、セミナーに来たりとか、ね、別の人のセミナーとか仲間つけたりとか、そうやってると自分のノーマルが変わっていくから、本当にハートを信じるとマジ本当にできると思います。僕は世の中はそんなに残酷なところではないと思います。自分のハートを従っていると、なぜかというと自分の成功、自分の幸せを求めるし、相手の、ね、幸せも求めると。みんなの幸せを求めている人はいいやつだと思うんだよね。で俺も本当に悪いやつだよ、すぐ怒ったり、もう俺
これにお酒飲んだら大変なことになるし、本当にね、全然俺もね、まだ勉強中の学生なんですけれども、僕がこれから学びたいっていう人たちに言えるのはただ一つある。それは自分のハートを信じて、でそのハートを従ってたら必ずうまくいくんだべ。なんか変なアクセントだったね、今どっから来たんやみたいな話だね。何だったんだ。ごめんなさい、ちょっとね、音声が切れちゃったみたいなんで、もう一回ちょっとポイントを言います。 OK、 あなたは一人じゃない。間違いなく一人じゃないよ。で、あなたが幸せにならなかったら意味ないんだよ。意味ないんだよ。負けないで。一人じゃないから。だから、もしあなたが本当に今耐えれない場所にいる、心配しないでください。本当に。もう何を信じられるかって言ったら愛やろ。愛はリアルじゃん。な、どんなに仕事がクソでも、どんなに人生うまくいってなくても、あなたのことを愛してるよね、誰かが。俺多分あなたのこと愛してるよ。誰かがあなたのこと、ダリラマは愛してるよな。だからその愛は本物やろ。で、この世の中で一番もらえること一つでいいよって言ったらその愛やろ。だから仕事がうまくいかなくても愛はもらえるじゃん。っていうことは愛が本物だと思うんだよね。で、愛を本当に信じて動いてみたらうまくいくようになる仕組みになってると私は信じているのね。だから本当に今の仕事が耐えられないってなったら、その愛を見つけに行こうぜ。とりあえず深呼吸して、ね、愛がいる場所に戻っていきましょう。そしてそうすると多分いいことが出てくるんだよ。もしくは俺の人生こうだったらいいなとか。で、そのね、富士山の登り方分かんなくていいんだよ。富士山初めて登ってた人8合目なんて分かんないんだよ。で、ガイドが出てくるの。ガイドが出てくるので、そのね、エベレスト登ったり富士山登ったりするときに9合目のピッチがどうのこうなんて誰も分かんないんだよ。で、とりあえず最初のステップが見れればいいんだよ。そういう仕組みになってるので、山は見えるので、全部見えて動くっちゅうのは、それはね、あなたはあなたの頭を信用して、ハートはまだ信用してないっていうところかもしれないよ、うん、で、まあ本当にね、ハートを信用していくと大丈夫だよ、大丈夫だよ、うまくいきます。絶対生きていけるよ、絶対生きていけるよ。で、その経験を積んであなたは素晴らしい人になるよ。で、いろんな人の、ね、あなたの笑顔でどんな多くの人たちが喜ぶか。愛はあなたの味方だから、一緒に頑張っていこうぜ。 Alright, thank you so much. ありがとう。次回のクリスの部屋ではですね、バーンテラテンテン、ちょっとスタジオで作るの飽きたから、電子スケボーとか乗ってさ、外で撮りましょう。楽しくやっていこうぜ。 Alright, thank you. I hope you guys have a great week. いい1週間を。また来週会いましょう。 Thank you. じゃあねー。